昭和37年台風第10号は、1962年8月に発生し、台湾と中国を襲った後に、日本海で温帯低気圧に変わり、その後北海道を通過して、被害をもたらした台風である。進路図1962年8月2日に、マリアナ諸島の西方で台風10号が発生。台風は発達しながら北上して、最盛期には、 中心気圧900ミリバールにまで成長。6日には台湾を経て中国大陸に上陸した。その後も北上を続け、8日に朝鮮半島に再上陸した。その後日本海で中心気圧984ミリバールにまで衰弱して温帯低気圧に変わったが、温帯低気圧は9日になるとやや再発達しつつ、北海道に接近し10日3時に、 北海道を横断し、網走沖から千島中部方面に進んだ。北海道はこの台風の襲来前にも台風9号に襲われており、大きな被害が出ているが、この台風においても台風9号の際と同様に北海道南西部に大雨が降った。この台風による北海道での被害は死者2人。 負傷者7人、全会家屋14棟、流出2棟、半壊34棟、床上浸水772棟、床下浸水1210棟などで、台風9号の時よりも人的被害は少ないものの、この他にも、河川160軒、道路53軒、橋19箇所、漁船116隻、港湾21件に被害が生じ、被災被害額は、 総計5億5997万円に達した。また、日本以外では、台湾でも大きな被害が発生しており、多数の犠牲者が報告されている。ありがとうございます。